音楽業界を震撼させたキンプリからの脱退。新たなる挑戦が始まるエムステ、初登場の舞台裏。ナンバーアンダーライン愛がタモリさんと再会、嬉しいな。ゴートと富士楽しみ。アイドルグループナンバーアンダーライン愛が、テレビ朝日の音楽番組、ミュージックステーションに初出演することが発表されました。この出演は、 元キングプリンスのメンバーである平野翔神宮寺勇太、岸裕太によるグループとしての初登場です。彼らは新曲 g o トを披露する予定で、さらに同名シングルのカップリング曲富士もテレビで初めて披露します。キンプリからの脱退、新たなスタート、そして M ステ、初出演。 これはまさに彼らの音楽活動における新たな段階の始まりを示している。もともと彼らはスマイルアップから離れ、新たな代表を持つ会社トベで新たなグループを結成した。このような変化は彼らのアーティストとしての自立心や音楽への情熱を物語っている。このニュースは音楽ファンの間で大きな話題になっています。 彼らの新たなキャリアの始まりに興奮しているファンたちの期待は高まるばかりです。一方で、元所属事務所であるスマイルアップからウエストやトゥエンティエスセンチュリーも同じ番組に出演することが発表され、さらに興味を惹かれています。新グループでの初登場は、彼らの音楽の幅広さや表現力を示す絶好の機会となるだろう。 彼らが披露するゴートは、すでに大ヒットしている楽曲であり、多くのファンが彼らの新たな姿を楽しみにしている。また、富士のテレビ初披露も注目のポイントだ。彼らのパフォーマンスには、金プリ時代から培った経験や魅力が存分に詰まっていることだろう。しかし、この出演には興味深い背景があります。彼らが所属する新会社トベが、 キングプリンスとしての活動を終え、新たなグループを結成した経緯があります。この遺跡やグループ結成には、アイドルグループの内情やメンバーの意向など、様々な要素が関わっています。そこで考えられるのは、この出演が単なる音楽番組の舞台裏ではなく、彼らが新たなアイドルグループとしての地位を確立しようとする意図があるのではないか、ということです。 彼らは新たなスタートを切り、自らの音楽性や表現力を示す場を求めているのかもしれません。さらに、他のアーティストやファンからの期待や応援メッセージも彼らの未来に向けた後押しとなっています。トラビスジャパンからの歓声や、業界や関係者からの好意的なコメントは、彼らの才能や可能性を証明するものと言えるでしょう。一方で、 この出演には様々な意見や期待も存在します。例えば、テレビ番組の制作側やファンからは、異なる所属事務所やグループ間の交流やコラボレーションに対する期待が高まっています。これは、アイドルグループ同士やファン同士の絆を深め、新たな可能性や楽しみを生み出すことが期待されているからです。また、 音楽番組の多様性や公平性に対する期待も高まっています。ファンたちは番組が様々なアーティストやジャンルをフィーチャーし、より多くの人々に楽しんでもらえる場を提供してほしいと考えています。この点で、エムステや他の音楽番組の役割は大きく、番組の魅力や視聴率にも影響を与える重要な要素となっています。最後に、 この出演が彼らにとってどのような意味を持つのか、そして彼らがこれからどのような活動を展開していくのか、私たちは楽しみにしています。彼らの新たな挑戦や成長を見守りながら、彼らがファンや音楽業界に新たな息吹をもたらすことを期待しています。この出演が彼らのキャリアにとって新たな一歩となることを祈りつつ、 彼らのパフォーマンスが視聴者に多くの感動や喜びをもたらすことを願っています。彼らの才能や努力がさらなる成功や成長につながることを期待し、彼らの未来に期待しています。さらに、今回のエムステ2時間 SP には日優やミセス、グリーンアップル、リサなど他の多くのアーティストも出演する。 これは彼らの新たな舞台での共演やコラボレーションの可能性を示唆している。アーティスト同士が切磋琢磨しながら新たな音楽の風景を作り上げていく姿は音楽ファンにとっては非常に魅力的だろう。また、トラビスジャパンからの応援メッセージや他のアーティストからの温かい言葉も彼らの活動への期待を高める要因となっている。所属事務所が異なっていても 彼らの友情や支援は変わらず、彼らの活動を支えている。さらに、番組出演や音楽活動に関わる様々な関係者やファンからの期待や応援も、彼らの背中を押している。彼らの人柄や才能は、誰もが認めるものであり、彼らの成功への道を照らしている。一方で、これまでの金プリとの共演や関係性も注目されている。 彼らの過去と現在が交差する瞬間はファンにとっても感慨深いものだろう。しかし彼らが新たなグループとしての活動に集中し、新たな夢に挑戦する姿勢は多くの人々に勇気と感動を与えている。最後に彼らの今後の活動や成長に期待を込めて彼らのエムステ、初出演を心待ちにしている。彼らの音楽の凄さや魅力は、 多くの人々にとって新たな希望や活力となることだろう。彼らの成功を祈りつつ、彼らの今後の活動に期待したい。さて、あなたはこの新たなグループの活動にどんな期待を寄せますか彼らの音楽やパフォーマンスにはどんな魅力を感じますか彼らの今後の成長についてどんな予想を立てますか彼らのエムステ、 初出演を心待ちにしている理由は何ですか彼らが今後どんな活動を展開していくか楽しみにしている方も多いことでしょう。